皆さんこんにちは。日米さまざまな球団でのプレー経験を誇る元プロ野球選手の木田正夫さん、情報番組やバラエティ番組にも多数出演しており、その独特なキャラクターで人気を集めました。現在は北海道日本ハムファイターズの2軍監督を務めており、若手が多いチームを支えています。木田正夫さんは過去に女優の高岡早紀との熱愛が報道されています。また明石家さんまさんとの意外な関係も明かしています。今回はそんな謎多き木田正夫さんについて紹介していきます。まずは木田正夫さんのプロフィールから見ていきましょう。名前、木田正夫、生年月日1968年9月12日、出身地東京都国分寺市、ポジション投打、投手右投げ右打ち。木田正夫さんは高校野球では無名ながら、巨人が1986年のドラフト会議で1位指名しました。その後 NPB、 メジャー、そして独立リーグと延べ9球団を渡り歩き、45歳までプレーを続けました。その経験豊富さから GM 補佐やコーチを歴任し、2022年から日本ハムの2軍監督に就任しています。木田正夫さんは交渉で身長187センチに加えて体重100キロと大巨漢で、ぽっこりお腹が目立っていました。2022年に新庄剛志監督が電撃就任した際に、選手や首脳陣に対してしっかりとした体型を維持することの重要性を唱えていました。この新庄監督の方針に木田正夫さんのぽっこりお腹がやり玉に上がっていました。そんな木田正夫さんは率先してスリム化に取り組み、見事減量に成功しています。新庄監督は木田2軍監督が5キロ以上の減量に成功してました。上司が自らやるということの大切さをすぐに実行してくれて嬉しかったです。これでまた木田2軍監督との信頼関係が深まりました、と自ら変わることの重要性を実践してみせた木田正夫監督への信頼を表していました。そんな新庄監督も信頼を寄せる木田正夫さんは、結婚しているのでしょうか。木田正夫さんは結婚はしておらず、現在まで独身です。しかし結婚宣言をしたことはありました。2020年に当時52歳だった木田正夫さんは、有名な占い師に52歳で結婚すると言われているので結婚しますと宣言しました。占いが的中するなら期限は1年でしたが、何もないまま53歳を迎えてしまいました。結局現在まで独身のままです。しかし今まで彼女とかいなかったかというと、2009年に高岡早紀さんと熱愛報道があったようで、なかなかの美人を捕まえたりしてるようです。木田正夫さんは身長も高くて性格もとても優しく、選手として見せるストイックな一面と笑いもいける素顔のギャップのせいか、とにかく女性にモテるそうです。高岡早紀さんと熱愛と報じられた際には、結婚も間近ではと噂されていました。なんなら高岡早紀さんが自分からあなたの妻にして木田正夫さんにプロポーズしたそうなのです。ただこれは木田正夫さんにとっては思いもよらぬことだったといいます。というのも、木田正夫さんは結婚願望がないどころか、結婚はしたくないと公言してきた人です。まさか子供が2人いて恋多き女のイメージの高岡早紀さんにプロポーズされるとは思ってもいなかったようです。これはやばいと距離を置き、そのまま2009年末に破局してしまったようです。ではなぜそんなモテモテな木田正夫さんは結婚できないのでしょうか。木田正夫さんは超がつくほどのマイペースで知られています。有吉ゼミ2時間スペシャルに出演した際に、結婚できない男性アスリートをテーマに結婚ができない理由を語っていました。木田正夫はプロ野球選手時代彼女がいたそうですが、わざわざ作ってくれた弁当をいらないって言ったのになんで作るのと若干不機嫌になり捨ててしまうところがあるようです。それを聞いた会場のリアクションはまさにドン引きでした。さらに番組中には、野球のペースを乱す女性が許せないとも、新しい仕事先も今以上に忙しいと話していたり、結局マイペースが一番なのではと思ってしまうそうです。やはり高岡早紀さんと別れた理由はマイペースだからという理由なんでしょうかね。もしかしたら高岡早紀さんの弁当も捨てたのかもしれません。木田正夫さんはアスリートとしての食事管理を自身で行っているそうで、結婚してもご飯を作ってもらう必要がないとまで言い切っています。木田正夫さんは巨人時代には実家から中央線で
東京ドームのある水道橋駅まで通っていたこともあるようです。また巨人時代に数回経験した引っ越しをかなり面倒に感じたことで、巨人退団後の10年以上にわたる現役生活はずっとホテル住まいだったそうです。家だと帰っても誰もいないが、ホテルはフロントでお帰りなさいませと言ってもらえるのが癒されるとも発言しています。となるとやはり結婚相手はいるに越したことはないのかもしれません。そんな木田正夫さんは婚活の一環で2年半ほど前から毎月数万円ほどかけて薄毛治療をしていたようです。木田正夫さんも手応えを感じているようで、選手や記者の中にはコーチから直接スマホで昔の写真を見せられ、増毛の成果に感想を求められた人もいるそうです。また木田正夫さんはイラストレーションが得意で、木田画伯と呼ばれるほどの腕前を持ちます。テレビ出演時にはたびたび披露するほか、各プロ野球選手のイラストを描いた選手名鑑、木田正夫のプロ野球選手名鑑を刊行しています。では次に木田正夫さんと明石家さんまさんとの関係を紹介します。タレントの明石家さんまさんとは以前から親交があり、明石家さんまさんが司会を務めるテレビ番組に木田正夫さんは多数出演しています。明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショーには、巨人時代の1996年からトナカイの着ぐるみを着て毎年出演するとともに、木田正夫さん自身の関連景品を提供しています。木田正夫さんがオリックスに在籍していた時にはオリックス戦のテレビ放送が少ないこともあってか、オリックスの木田としての知名度は高くなく、明石家さんまさんの番組に頻繁に出ていたことから飲み屋では吉本の芸人に間違われることがよくあったそうです。しかし木田正夫さんはトークなどでの笑いに関して、明石家さんまさんとはいわゆる師弟関係にはなく、その面での師匠は村上昌司さんであると公の場でたびたび発言しています。とはいえ明石家さんまさんのことをとても尊敬しているようです。木田正夫さんの独立リーグでの引退試合に明石家さんまさんが駆けつけており、もう感謝しかないですねと話しています。2017年のドラフト会議では7球団競合となった清宮幸太郎選手の交渉権を見事日本ハムが獲得していますが、この時の当たりくじを引いたのは当時日本ハムの GM 補佐を務めていた木田正夫さんでした。木田正夫さんは左手で当たりくじを引きましたが、さんまさんに左手で行くように言われましたとインタビューで明かしています。やはり明石家さんまさんは何か持っているようですね。超マイペースながらも不思議な魅力を持っている木田正夫さん、これからは現在低迷している日本ハムファイターズをその不思議な力で押し上げてくれることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。